ごきげんよう。モチベーションアップ講演家の宮崎文隆です。今日は2020年12月の9日水曜日です。今日は昨日私、BS で、映画を見ました。クレオパトラです。これはエリザベス・テイラーとリチャード・バートンの、クレオパトラとアントニー、の、二人が主役になって、演じられた映画です。なんとこれはですね、制作費3億ドル以上、これが1963年だったと思うんですが、クレオパトラが作られたのは1963年、昭和38年ですね、作られた映画です。その時のレートは360円でしたかね、1ドルが。そうすると約1000億円かけたという、すごい制作費をかけて突っ込んで、やった映画です。見てみるとエジプトの宮殿の風景、ローマの宮殿、そして、海での大合戦の船でやる合戦の映像とかですね、もちろんローマ軍が出ていろんな戦闘をやるシーンとかですね、エキストラが二十数万人出たというんですから、すごい映画ですよね。ただこれは1963年の映画では一番稼いだ映画なんですけど、かけた制作費が高すぎて大赤字になって、20世紀フォックスは大打撃を受けて倒産しかかるぐらいの大打撃を受けたんですね。幸いにその2年後にサンド・オブ・ミュージック、ジュリアン・ドリュースが出てありましたね。いい映画でしたね。大ヒットして、20世紀フォックスフォードは奇跡的に財政を取り戻したという逸話がついております。そして、その中で、演出というんですかね、ガッとびっくりする場面は、あちこちにあるんですが、ナンバーワン、私が思ったのは、クレオパトラがアントニーのシーザーの子供を連れて、ローマに凱旋するシーンですよね。いろんな華やかな行列があったり騎馬隊があったりして、いろんなローマの大きな宮殿の前に入ってくるんですが、その時に最後にエリザベス・テイラーがクレオパトラがスフィンクスの大きなどういうんですか、作った大きなものに、その前に、階段がダーッとあってスフィンクスがあって、このスフィンクスのところにクレオパトラとその子供、シーザーの子供が黄金の衣装で入ってくるんですね。あの時はわっと引きつけられますね。すごい凝ったというか、あそこにもすごい費用をかけていると思うんですけど、その時のクレオパトラの見事な、どういうんですかね、輝きというか、オーラというか、それがすごいんですよね。そして、私も前も見た覚えあるんですけど、昨日は1時から5時まで4時間ぐらいブーッと途中休憩が入って見ましたね。そうして釘付けで見たんですが、そうすると前に見た時の記憶とか印象とかストーリーとか、かなり思い違いというんですかね、4時間しっかり見ましたからね、前に記憶しとったのと思ってたのとかなりやっぱりずれておりました。今しっかり見てますから今の印象が一番合ってるんですが、いろんな
高野の決闘だとかエルシドだとかベンハとか、まあ、いろんないい映画を見るんですが、若い時に見てまたこの年になってじっくり見るとやっぱりストーリーの演出の仕方の凄さとかいうのが気がつくことが多いですね。あの頃あまりなと見過ごしていたのが今見ると、あ、こういうことだったのか、ストーリーはこういう仕掛けがあったのかということがですね、若い時見た時にあんまり気がついてなかったことが結構多いです。このクレオパトラも見たつもりでしたが、じっくり見てなかったんですね。途中でストーリーが飛んどったり、あ、こういう場面、あ、思い出さないの、こういう場面があったのかなということもところどころにありました。でも久しぶりに4時間見ましたね。七の侍は何時間ですか、あれもかなり長く見ましたが、これも久しぶりにこれだけテレビの前に座ってずっと見ておりました。そして、そのまあなんといっても主役がクレオパトラですから、エリザベス・テイラー、リズ・テイラーというね、この方です。これは淀川長治さんが書いた本の中に紹介されているものですね。リズ・テイラーのページかなりあるんですが、こういう絵も写真もあります。で、ちょっとこの淀川さんの文章をちょっと紹介飛び飛び紹介してみると、そうですね、1932年2月27日生まれのリズはイギリス人、父はアイリッシュ系、母はアメリカ生まれのイギリス人。ハリウッドに移り、実際から映画に子役で出たというのが載っております。そして、クレオパトラのことが載ってますね。クレオパトラ、1963年でリチャード・バートンと共演中に二人は恋愛、この後1964年に結婚。このクレオパトラでリズはセットが気に入らぬとか病気だとか散々撮影進行を手こずらせ、最初のプロデューサーは制作費のあまりのかさばりで自殺したというのが載っておりますね。シャドバートンと結婚してすぐ、離婚してまたすぐ結婚したというような、まあ、いろんな逸話もあります。まあ、この時は何かそのスキャンダルで結構映画にマイナスを与えたというようなことも、まあ、これ書いてありますが、そして、リズのことはこういうふうに書いてありますね。こんな感じではないと思うんですが、でもこう書いてあります。背が低く胴長が逆に生の女の匂いを出し、いまだにイギリスアクセントの舌の長さを思わせる発声法を持って甘ったるくしゃべる、これが個性となった。そして目は口ほどに物を言い、その例えのままにリズの目は、その流し目は美しいと書いてあります。そして、実はこれがリズの人気なのである、収まりすぎると近寄れないと言って貫禄もない素人芸はバカにされよう、リズはその美貌に反し、画面の中ではまるで私たちの隣の家の美人という親しみを持たせてくれると書いてあるんですが、いやそれだとも強烈に美人ですが取られるような感じじゃ私はないと思いましたね。そしてどうしても書いてあったんですがね、まあエリザベス・テイラーでもう一つ映画で覚えてるのはジャイアンツってね、映画ありましたけどね、これもエリザベス・テイラーのどうですか、いいところで出ておりましたね。そんな感じで、映画を久しぶりに4時間見ましたけども、まあ日本では、まあ、映画は作れないし、今は CG があって、表現がいろいろ違ってますが、1963年あの時に本当にCG でなくて実際に物事を演じて作って、それに映像に収めるというんですから、まあその時の
まあ、映画界の凄さといいますかね、アメリカの映画界の凄さが見ながら思いますね。まあ、クレオパトラ、いろいろな展開があって、歴史的にも、まあ、勉強になりますね。ローマがどういうふうになっていったのか、エジプトとどういう交流をやったのか、そしてどんな結末になったのかというんですが、でもいろいろすごいとか、セットがいいとか演出がいいとか、まあ、いろんなことがありましたが、結局最後の映画は一言で言うと、何か一言で言うと、これはクレオパトラとアントニーの恋の物語、もっと言うと愛、人間の愛を描いた映画です。この愛が人間にとって、ローマ帝国だろうとエジプトだろうといろんなものがあろうが、でもそれを全部超越したものが愛だという、これを表現した映画がクレオパトラだと私は思いました。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。今日見てみますと、昨日と同じ191人です。まだまだ今から頑張っていきます。ごきげんよう。